今大会誰が頂点に輝くでしょうか。今号砲が鳴りました。女子は83人のランナーが一斉にスタートを切っていきました。曇り空の中で女子の選手たちもスタートを切っています。83人の選手たちが一塊となりまして、このロードに飛び出してきました全日本実業団ハーフマラソン山口ハーフマラソン2021です。先頭ナンバーカード12番ワコールの安藤が引っ張る展開、やはりこの安藤が中心となってきそうな今大会です。それでは放送席をご紹介していきましょう。スポーツジャーナリストの増田明美さんで、はい、増田明美さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。さあ増田さん、今日ポイントどんなところを置いてらっしゃいますか。はい、いや今回は安藤さんが、はい、もう勝つレースをしたいっていう、一皮むけるレースをしたいって言ってるんですね。だから、まあ、主導権握るのが安藤さんかなと思ってましたが、はい、案の定もうトップに立ってますね。そうですね。隣にナンバーカード26番スターズの佐藤の姿がありまして、そしてナンバーカード13番デンソーの矢野しおり、さらにはナンバーカード35番の天満屋、この鮮やかなピンク色のユニフォームですが、こちらの選手も、来月の名古屋ウィメンズマラソンに挑んでいきますので、かなり早い展開でね、スタートしていきますね。だいたい名古屋走る選手たちは、はい、1キロ3分20で5キロ16分40が目安なんですけど、はい、まあ、それよりももっと早くにっていうことがスターツの佐藤さんや安藤さんですね。はいはい、さあそれでは最初の1キロです。手元の時計で3分22秒で入っていきましたね。ちょっとゆったりしてますね。はい、大体3分20秒でいきますと1時間10分20秒というハーフマラソンの記録が残るんですけども、まあ、そのあたりをマラソン組は狙っていきたいという話を、ね、そうですね、してました。ちょっとここ下ってますからね、はい、これからリズム作っていくと思います。はい、あったかいですから自重気味に入ったのかもしれないです。はい、そして中央に今ナンバーカード35番の同じくチームメイトの小原、名古屋ウメンズマラソンにも出場する予定となっています。そしてその隣ワコールナンバーカード12番の安藤は世界陸上ロンドン大会のマラソン代表でもありますから、かなり実績はありますからね。はい、安藤さんはもう今回はもう勝つレースタイム関係なく、はい、もう今の走りからしてもうそろそろ出ようかなみたいな感じで、はい、そうですね、今手元の時計で5キロの通過16分46秒というタイムですから、マラソン組にしては16分40秒で入っていきたい、まあ、その中では少しタイムは遅れていますけども、前半これ上り坂がありましたからね、増田さん。そうですね、だからマラソンの選手たちは多分ハーフを1時間10分台ぐらいのペースで走って名古屋って思ってますけども、1時間10分20秒というタイムですね。安藤さんは勝つレースということで、はい、もう8分台9分台で狙ってます。そうですね、勝ち切る、その勝ち上がっていく姿しか見ていないんだと永山監督も話しています。そして注目選手ですが、もう一人赤いユニフォーム第一生命グループ、後ろこちらですね、画面の帽子をかぶった選手の後ろ側になりますけれども、原田彩里選手ですね。去年の山陽女子ロード日本人2位、まあ、通算では4位でしたけれども、東京オリンピックの一山選手も出てまして、4秒差まで詰まってね、日本人トップなるかというところまで初マラソンで初ハーフで非常にいい結果も残しました。その原田のインタビューもご覧いただきましょう。自己ベスト更新っていうのを目指してて、1時間10分切りっていうのができたらベストかなっていうのを思っています。しっかりその集団の中で流れに乗って今できる自分の最高のパフォーマンスができたらいいなと思っています。増田さんもかなり注目はされ続けてきている選手ですよね。はい、すごく可愛らしい選手でね、はい、趣味もご当地 のキューピーちゃんを集めるのが趣味なんです。はい、小学生の時に友人からもらったキューピーちゃんが可愛くって、集めて今お部屋には50個ぐらいご当地キューピーちゃんがあって、ないのは東北地方だけだって言ってました。まあ、それも、ね、しっかり集めていこうというところになりますが、2021年の1月から伝統ある第一生命グループのキャプテンにも就任しているのがこの原田彩里です。さあ間もなく10キロを迎えようという女子の集団になりますが、少しこの22、3人ぐらいの集団なんですけども、やや横長広くなって少しペースダウンをしたかどうか。10キロの通過、今手元の時計で33分25秒というタイムになりました。10キロ33分25秒ですから、大体ですから1時間10分台のタイムですね。そうですね、今の5キロも16分36、7秒でカバーしてますね。はい、さあ間もなく折り返しです。タイムはどうでしょうか。手元の時計で39分34秒で今先頭集団折り返していきました。ナンバーカード108番のルートインホテルズの西谷はこれ初のハーフマラソンですから、このペースついてきてるんですね。いいですね、強いですね。はい、
まあ、当然ここからあのオリンピックの選手になっていった選手もたくさんいるわけで、その中では非常に、羽ばたく場となっている山口ハーフマラソン、一つ存在感を西田にも見せています。まもなく 14.8 キロに入ってきます女子のレースです。徐々に増田さん、ワコールの安藤がペースを上げて、かなりもう縦長になりましたね、はい、もう完全に安藤さんの自分のレースができてるからいいです、安藤さん力、もう練習チャンピオンって言われるぐらい、はい、一山さんにも勝つことがあるんですけど、永山監督がおっしゃるには、とにかく練習になると予想通りの走りができなくなると硬くなると、はい、だから最初からこういうふうにグイグイ引っ張るのはもう安藤さんのレースです、もう勝ち切るというところを今大会は目標にしているという安藤優香ですが、その後ろに第一生命グループ、今回2回目のハーフマラソンの原田の姿ですね、原田彩里さんのこういう走り見てると、はい、本当にハーフとかマラソンへの適性がありますね、山下幸子監督も彼女の将来が楽しみだっていうことで大変期待してるんです、今15キロを通過しまして、手元の時計で49分55秒、この1キロもだいたい3分12秒ということで結構上げています、はい、今の5キロが16分34に上がりました、はい、かなりのペースになりまして、そして先頭争いが3人に絞られて、いやこれ2人になるか、安藤、そして第一生命グループの原田、そして積水化学の森千佳子が少し遅れ始めまして、あ、筒井がここ反応できずついていけませんね、はい、急に上がってるからですね、これはあえて行かないのか行けないのか、どう言いますか。多分安藤さんのペースがまた、はい、さっきの1キロ3分11 12から上がってるんですよ、ついていけない、一生懸命筒井さんが追いかけようとしてますね。今もね、懸命にこれ以上開くとまずいというように切り替えて、少し前をナンバーカード1番の筒井も追い始めましたが、ここまで温存していた力、ここで少し足を使う格好になってしまいました。女子のレースは新ワニ石橋にかかってきまして、ここが最後の増田さんアップダウンになりますが、安藤のペースが落ちませんね、はい、まあ、この走りですからね、はい、こういうまた下りにはさらに力を発揮しますね、まあ、ここが勝負どころだというように、一気にペースを、まあ、1キロのペースももう5秒6秒ぐらい上げていく中での3分12秒というペースを刻んできました。表情は少し苦しそうな表情にはなりますが、ここが我慢のしどころというように安藤のペースは変わりません。そして第一生命グループの原田もついていけない、まあ、ここまでは思い通りの展開には増田さんなってますね。なってますね。女子のレースは 19.5 キロを過ぎました。折り返しを過ぎてから3分20秒ペースだったレースを支配し始めたのが、このワコールナンバーカード12番の安藤優香。その後は増田さん3分12秒ペースで押してきて、はい、この1キロがちょっと3分17と落ちましたけれども、非常に素晴らしい走り見せますね、はい、スピードの切り替えが素晴らしかったですね、こういう安藤さん見てますと、はい、東京オリンピックのトラックの5000、1万メートル、はい、日本代表狙ってますけども、そうですね、もうこれがすごく近くなりましたね、後方はというとヤマダホールディングスの筒井の姿が見えていますが、だいたい手元の時計で上がりますと18秒ぐらいの差というところで、ここは変わりませんね、はい、筒井さんは1キロ3分15ぐらいでは押していけるんですけども、急にスピード切り替わった3分12にはまだ対応する力がなかったんですね、でも走りは すごくいいですね。そうですね、安藤さんラスト、さあキラリと大きく存在感をまた光らせて、トップで競技場にワコール安藤優香が戻っていきます。さあ、そして安藤が今サングラスを取りました。安藤がサングラスを取って最後のホームストレート直線ラストスパートということになります。安藤が今ホームに帰ってきました。自己ベストはなりませんが、素晴らしいタイム、1時間9分台でこのままフィニッシュを迎えそうだ。さあ安藤が女子のトップで今フィニッシュ、安藤が1時間9分台で帰ってきました。1時間9分54秒という手元のタイム、見事な好走がありました。ワコールの安藤優勝。そして2位で筒井が帰ってきます。ヤマダホールディングスの筒井、今帰ってきました筒井です。去年に続いて筒井は2位、1時間10分10秒というタイムになりました。そして原田彩里も帰ってきました。原田彩里が今3位で帰ってきました。1時間10分17秒。さあ、そしてナンバーカード122番の森千佳子も帰ってきました。ナンバーカード19番の足立が今帰ってきています。
いつも2番とか3番とか最後にこう抜かれて負けたっていう展開が多くて、なんか自分自身やっぱりこう優勝っていうのをすごくなんかしたいっていう気持ちがあったので、今回タイムもしっかりこういいタイムを出したいと思ってたんですけど、まずはしっかり順位を優勝して帰れるように。東京オリンピックも見据えてのレースになるかと思いますが、意気込みを教えてください。はい、1万メートルでしっかり代表権を狙っていきたいと思っているので、しっかりチャンスがある限り自分にも可能性はあると信じているので、自分を信じて後悔なく最後に終われるようにやりきりたいと思います。